はい、無事エストニアのタリンに到着しました。とりあえず旧市街まで20分弱ぐらいですかね。歩きます。レジャー用の船が停泊していたり、この辺りは何だろうな、大型のショッピングモールを開発中なんですかね。はい、まだ出来かけの建物が非常に多いです。この辺りもなんかちょっとこう中途半端にこう未開拓というか、まだまだなんか大きくなるような気がしますね。だいぶ歩いて旧市街の方までやってきました。今日ちょっと日曜日なんで空いてるかわかんないんですが、ちょっとお昼ご飯を食べましょう。はい、こちらタリン旧市街の入り口ということで、ビレモンやってきました。こっからねずっとこのような形でタリンの旧市街が続いていきます。旧市街の建物に紛れてマクドナルドもありますね。面白いですね。まだ酔っ払ってるかな、顔がちょっと赤い気がしますが、はい、とりあえず、結構なね気温なんで酔いも冷めそうでして、まずはタリンでご飯を食べましょう。周囲を囲ってるこの城壁もめちゃめちゃすごいですね。なかなか素晴らしい。これぞ旧市街って感じ。うわ、上登ってる人もいるんだ。これわあ、後でちょっと行きたいな後日。ちょっとこちらリベンジします。覚えておきます。モダンエストニアンクイズインって書いてあるから、まあエストニア料理なのかなと思うんで、ちょっと行ってみましょう。こちらのお店行ってみましょう。はい、店内はこんな感じ、現代風のおしゃれなレストランになっております。メニューもこうやって英語で見れます。はい、ではではホームメイドビールということで、サクの、グラスに注がれた、少し色味が濃いな、こういったビールを頼みました。 6.5 ユーロぐらいだったかな、5ユーロぐらいだ。ちょっと後で写真撮ってと思うのでそれを参考にします。行きます。濃いね、味付けが濃いね、あ、結構好きだな。やっぱすっげえ大きなシュニッツェルがやってきました。このホワイトソースがねめちゃめちゃうまそうです。サクサクだ、衣がサクサク、いきます。うん、うまい。あー、ソースがうまいわ、マッシュルーム、そしてトリュフの香りがすごい香るソースなんで、これにシュニッツェルってことで最強のコンボだと思います。はい、バスに乗っております。クレジットカードとかでもタッチ決済できたので特段カードの必要がなかったですけど、はい、無事雨もほぼほぼ上がったぐらいかな、最寄りの駅まで到着しました。今回の Airbnb に到着しました。まあ基本的なものはあるんでね、油もあるんで自炊もできそうです。まあソファーベッドかな、テレビがあるので最悪モニターをこちらにくっつけて仕事することはできそうです。仕事用のスペースになります。宿 Wi-Fi がめちゃくちゃ速くて190メガということで、サクサク仕事ができそうです。こちらトイレ、洗面台、そしてシャワーがありますよと、こちら洗濯機があります。はい、おはようございます。朝の9時半ということで、仕事もね今日ちょっと早めに詰めで業務があったんですけど、はい、終わりましたので、とりあえず、歩いて20分ぐらいのところにショッピングモールあるんで、そちらの方まで向かいます。それでは行きましょう。はい、昨日はね一日中雨でしたが、今日は一変晴れております。お、電車も通ってます。タリンの人はねこういう公共交通機関とかは無料らしいです。はい、こちらはアルコックアリーナということで、サッカーのスタジアムらしいですね。国際試合とかもやるような、立派なスタジアムだそうです。はい、20分少々歩きまして、スーパーマーケットのようなものに到着しました。タリン自体はねだいたい40万人ぐらいしか人口いないんで、
そういう意味では首都だけどね、めちゃくちゃ人少ないですよね。エストニア自体が130万人ぐらいしか人口がいないらしいので、そういう意味ではやっぱりこの辺のタリンもね、素朴な街っていう感じがしますね、日本に置き換えると。めちゃくちゃ広いスーパーが中にありましたので、こちらで買い物をしたいと思います。肉やら野菜やら水やらプロテインドリンクやら、あとチョコやらね、はい、この辺を購入します。はい、家帰る前にサクッとケンタッキーでご飯を食べて帰ります。あんまりポテトの味は変わらなそうですね。うん、がっつり冷めてるけど、このいただきます。まあサクサクなんで許す。はい、買い物も終わりましたので、ゆっくり歩いて帰りましょう。はい、おはようございます。時刻は朝の9時半ぐらいですかね。ちょっと朝ごはんに、ステーキ焼きましたので、玉ねぎと絡めていただきます。なんか得体の知れない形成肉みたいな感じはするんですが、まあ美味しいかな。うん、塩加減もちょうどいいということで美味しいです。はい、午後13時ということで、やっと仕事が終わったので、今日はねタリンの旧市街改めて観光します。行きましょう。近くのバス停までやってきました。ここからねバスに乗り込みます。はい、では無事旧市街の最寄り駅の方に到着しました。さてさて行きましょう。はい、こちらは1918年から1920年までにあった独立戦争ですね。ここで亡くなった6000人以上の犠牲者を追悼した2009年にできた広場だそうです。こちらはウクライナとエストニア両方があります。はい、ではではこちら聖ヨハネ教会ということで入っていきましょう。とても厳かな雰囲気の教会です。なんとなく歩いてたら雨降ってきちゃいました。ちょっとね城壁の下で雨宿りしてます。まあなんやかんやすぐ止みそうなんだけれども、なかなかいい天気に恵まれないな、エストニア。さあしばらく歩いてますが、とても没入感のある街並みです。ちょっと雨も止んだので歩いてきましょう。平日の昼間だからなのか、本当に日曜日歩いた時と全然違う。人むっちゃ少ないですね。荷物持っててあんまり行けなかったんですけど、昨日ご飯を食べた広場、こんな感じに綺麗な広場になってます。ラエコヤプラッツということで、ラエコヤ広場なのかな、これは。めちゃめちゃ綺麗です。うわ、雨がひどい。あ、これは重旅さんもおそらく動画の中で行かれてるオルテハンザかな。雨がパラパラ降ってきたので、こちらのお店に入りましょう。店内はね、この映像以上に暗めです。ろうそくがゆらゆらと燃えていて素晴らしい雰囲気です。メニューもね、ちょっとボソボソっとした感じでいいんじゃないですか。いろいろメニューがあるけど、このダックが美味しそうなんでこれを食べましょうか。はい、まずは最初こちらダークビアやってきました。すごい器が趣深いね。陶器だ、すごい。なんかとっても白飛びしちゃうんですが、まあいいや、このままいただきます。わー、癖がすごい。これ蜂蜜のようなすんごい味がしますね。コクはあるんだけどすげえ甘いっていう、なんかなんとも不思議なビールです。ピクルスやらチキンやらライスやらいろいろ入ってるそうですね。これマスタードソースかな。なかなか美味しそうです。いただきましょう。カブ？人参？そんな感じ。うん、うまい。じゃあこっちのお米もいただきましょう。うん、ああ久々に米っぽいもの食べた。
玉ねぎかな、これは。こちらはなんかご飯ですよみたいな味に、そんな感じに近い。海苔の佃煮ではないけど何かの佃煮って感じ。じゃあこちらのダックいただきます。マスタードソースがねしっかりかかってるので美味しそう。うん、思ったよりしつこくない。美味しいです。ダックもなかなか柔らかいね。全体的にこう甘い感じのご飯なんだけどなかなか美味しいね。なんか晴れたり曇ったり忙しいですね。ちゅうことでまた観光を再開します。セイントキャサリンズパッセージということでこちらの小道をちょっと通っていきましょう。没入感があります。ものすごくなんだろうな、コトルとかもだいぶ没入感あったけどコトルよりやっぱゴツゴツしてるよねこの辺り。ダメだ、もう天気が悪すぎる。もうちょっともう帰ります。もうはい、おはようございます。本日は6月15日土曜日ということでタリン、最終日になります。まだちょっと見れてないところがあるので改めて最終日ちょっと観光しに行きましょう。はい、それではバスがやってきたのでこちらに乗り込みます。はい、無事ビルモンの近くのバス停で降りました。今日の観光はこちらの銅像からスタートとなります。まあ、1905年に起きた、まあ、革命ですかね、象徴なのかもしれませんね。こちらはエストニアの国立歌劇場になります。まあ、どこにでもあるね国立歌劇場ってね。はい、再びやってきましたビレモン。こっからね旧市街はスタートします。今日はね天気いいんで楽しく回れそうです。それでは行きましょう。まあ、ミュンヘンの時もねなかなか大きくて没入感のある街並みでしたけどタリンもタリンでめちゃくちゃいいね。建物自体が少し低いような気がする。でもやっぱり道が広いんで晴れてる時はものすごく歩きやすいということで。はい、小高い丘を登りまして少し高いところにやってきました。でも街並みは本当に綺麗なまんまですね。こちらは三人姉妹と呼ばれるタリンでもかなり有名な観光スポットらしいですね。裕福な商人の家が娘たちのためにこういった家を建てたっていうのが残ってるそうで、これから行くリガにはね三兄弟っていうまた別の似たようなコンセプトの建物があるらしいですね。あーすごい気持ちいい、風が気持ちいいよ。こちらの訪問はスールランナーモンっていうと言いまして通称太っちょマルガリータと呼ばれてるらしいです。面白い名前ですね。今はねエストニアの海洋博物館としての役割を果たしています。セントオラフ教会ということでこちら登っていきましょう。やはり5ユーロで登れそうですね。ということでせっかくなんで登ってみましょう。めっちゃきつい。一生登っても登っても一生つかない、きつい。ようやく上まで登ってこれました。タリンの街並みが一望できる大絶景です。素晴らしい。旧市街側とは打って変わってねこちら向こうの方は近代的な建物が立ち並んでいます。そしてアップすると港ですね。ヘルシンキからの船なんかもですね泊まってたこちらの港の方も見えてきます。赤い屋根と緑のコントラストがいいですね。素晴らしい景色です。こうしてね境目を映すとものすごく旧市街とそれ以外がくっきりと分かれていることが分かります。はい、通りの隅にあったこちらのウクライナ料理屋にこれから入っていきましょう。
餃子みたいなやつ食べたいなぐらいなので行きましょう。よし、メニューも英語であるのでなんとなくは分かりそうです。ちょっと名物のボルシチとあとなんかもう一品頼みましょう。店内は落ち着いた雰囲気ながらもおしゃれな内装が多いです。ちょっと今日はビール飲むのやめましょうってことでお水です。なんかお通しのようなものとして持ってきてもいただきました。白いこのトラディショナルなお酒とね、あの黒いパンですね、こちらいただきましょう。いただきます。うん、あーすごいこりゃ、かすごいなこれ。ちょっとパンがすげー美味しそう。いただきます。うん、あこれはお酒のつまみに最高ですね。薬草系のお酒だ。あ、この黒パン美味しいな、ウクライナ、うん、はい、ウクライナ料理ということでダンプリングやってきました。めちゃめちゃ美味しそう。マッシュルームソースと一緒にいただきます。いきます。ウサギの肉だったかな確か。いただきます。うん、中に、うん、これはめちゃくちゃ美味しいわ。マッシュルームもね、うん、あー美味しい。このうさぎのお肉の中にチーズが入ってるんだと思うんだよねこれ。中はね淡白なお肉なんだけどチーズも中に入っててめちゃめちゃうまいです。チーズってわけじゃないのかな、ちょっとツナっぽい感じ。淡白なお肉だけどめちゃくちゃ美味しい。さあやってきました、ウクライナのボルシチです。めちゃめちゃ真っ赤、テカテカしたこちらの硬いパンもだし、生ハムかな、ちょっとなんかありますね。あ、カチカチだ、なんか中に入ってる、なんかカチカチだ。はい、ちゅうことでこちらいただきましょう。少し甘みがあってあったかくて美味しいスープです。染み渡る。ちょっとこちらのパンをボルシチにつけて食べたいと思います。うん、あーガーリックパンがめちゃめちゃうまい。多分このガーリックをちょっと溶かして、ね、ガーリックをね溶かし込んでこちらをいただきます。あーコクが生まれる、めちゃめちゃ美味しい。じゃあちょっとこのちょっと凍ってる生ハムかな、なんだろう、よくわかんないな。とりあえず生ハムかな、うん、野菜の下にね牛肉も沈んでてこりゃ美味しいわ。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。はい、いつかねウクライナに行きたいなと思わせてくれるような美味しい料理でした。いや落ち着いたらぜひウクライナにも行ってみたいと思います。それでは観光を再開しましょう。この辺りは何だろう、発掘調査してんのかな。はい、こちらはブラックヘッド会館ということでね、未婚の商人だったり選手の団体であるらしい、こうブラックヘッド同胞団の集まる集会所らしいですね。ちょっと中二病臭い名前ですが、今こちらで工事の方もやっております。あったかいのが本当に一番、素晴らしい景色です。今日はね珍しくサンダルではなく靴で歩いているので、こう石畳の上もね全然歩けます。ではでは城壁をこれから登っていきます。また坂だ、さっきね膝をぶっ壊したばっかりなんですけど、とりあえず登ってみましょう。はい、ということでね坂登りまして、こちらアレクサンドル・ネフスキー大聖堂ということで、ロシア正教会系の
大生徒じゃないかなと思いますんで入りましょう。中はね撮影禁止だったんですけれども、黄金の装飾と絵画が多かったっていうそんな感じかな。まあでも黄金である以外は意外とこう地味な装飾でしたね。ステンドグラスとかも特段なかったし、はい、そんな感じでした。では次行きましょう。こちらはトームペア城と言いまして、はい、かつてはお城だったんですけれども現在は議事堂になっているそうです。まあ、ちょっとね少しなんとなくですけれども城の面影がありますね。なんか伝統的な踊りかな。はい、旧市街はねだいぶ見尽くした感がありますので、これからちょっと歩いてタリンの中央駅の方までね行きましょう。旧市街を抜けてすぐにねこちらタリン中央駅付近に、到着しました。この辺りはねもう最近の街並みなので現代のタリンをねちょっと堪能していきたいと思います。はい、ちゅうことでこちらバルチジャーマターグというなんかマーケットっぽいんでねちょっと入ってみましょう。結構にぎわってますね。まあそれにしても中広いですね。ヘルシンキ行った時はねこういうなんかベリー系ラズベリーだったりイチゴだったりを公園で食べてるね人たちがいっぱいいたんですけど、まあこういう野菜も本当に綺麗なのが売ってますね。美味しそう。すげえ。まあ、あいにくちょっとさっきお腹いっぱい食べちゃったんで何かを買って帰るってことはないんですが、まあ、どれも美味しそうですね。清潔で。マーケットってここだけかと思ったけど下にもあるんですね。これは広いわ。これはなんか電車とかに乗って地方からね買い出しに来る人とかも多そうです。ここにタリンの人はいたんだね。まあ土曜日っていうのもあるだろうけど、めちゃめちゃにぎわってる。その場で買って食べれるそういうシステムなんですね。いいね、こういうところで酒のつまみだったりを買ったりとかしてね。めちゃめちゃ美味しそう。こういうのも売ってるんだ。ちょっとあまりにもちょっと中心地からアクセスの悪いエリアにいたんで、タリンの魅力っていうのをこう理解しないままエストニアを去ることになってました。このままだと本当にもったいないことをすることになってました。ここに歩いてたらすげえアートな家々がたくさんありますね。若者たちの憩いの場になっています。はい、しばらく歩いたらこのショッピングストリートということでね、ちょっと大きなエリアにやってきましたのでこちら入っていきます。おしゃれエリアです。この綿毛が生えてるこのこちらの木のせい、これが多分エリアにいっぱいあるせいか本当に毛が舞っているそんな状態です。多分見えないよな、あんまりわかんないよな。これすーげー毛が舞ってるんですよね。今ショッピングストリートと書いてありましたがアウトレットのようなそんな感じですね。ではではひとしきりねタリン駅付近、ぐるぐる回ったので旧市街を突き抜けて帰りましょう。はい、おはようございます。6月16日日曜日朝の7時でございます。これから次の国に向かいます。まずはね、トラムに乗りまして最寄りのバスステーションの方まで向かいます。はい、今回はねこちらのオレンジのトラムに乗りましてバスステーションの方に向かいます。はい、車内は超ガラガラで私以外誰も乗っていません。朝7時だからかな。まあいいでしょう。最寄りのバスステーション駅まで到着しました。では歩いてバスステーションの方まで向かいます。駅から3分ぐらい歩いたらねすぐありましたタリーナバスジャーム、タリーのバス停ってことですかね。はい、それでは入って少し待ちましょう。はい、このラクスエクスプレスっていうのがなんか有名らしいんですけど、今回は一番下に乗ってるフリックスバス、いつものねフリックスバスで向かいます。こちらのフリックスバスに乗って次の目的地ラトビアのリガまで向かいます。席の広さはこんな感じです。普段広くはない感じですかね。無事、ラトビアのリガに到着しました。すげえ人いっぱい、日曜日だからかな。ということで
今から宿の方にチェックインします。